こんにちは。電気電子工学科の天野直樹です。これからセンシング技術活用研究室の紹介をします。この研究室では、測るということに注目をしています。測ることによって、生活の安心や安全といった生活の質の向上、あるいは省エネルギーといった観点からサステナブル社会の実現に貢献していこうというふうに考えています。例えば、ウェアラブルデバイスを用いて人の安全を守るといったことを考えています。近年、自動車では自動ブレーキ、あるいはブレーキアシストと呼ばれる機能が普及しつつあります。それは例えばこんなふうに、車が人にぶつかりそうになると自動的に停止する機能のことです。ところが、こういう技術は現在車を中心にかなり実現されていますけれども、もしも人が自分で実現できれば、自分自身の身を人が守ることができるというふうになるだろうというふうにこの研究室では考えています。例えば今皆さんが持っているスマートフォンを使うとこんなことができてしまいます。今歩きスマホをしている2人がやってきました。2人とも画面に夢中で気づいていません。このままだと衝突してしまいます。ところがスマートフォンが接近を検知して画面にアラームを出すことによって衝突は防止されました。もちろん歩きスマホを推奨するわけではありません。同じアプリをそのまま車へ適用することもできます。後方から車が接近してきますが、歩行者は気づいていません。先ほどと同じように車が来たことを警告することができます。全く実は同じアプリを使っていますけれども、Bluetooth を利用していて、発信側が何であるかということを発信しています。いわば自己申告をしているわけです。このように振る舞いを変えることができて、歩行者と車、歩行者と歩行者の衝突を防止することができます。スマートフォンのカメラで同じことを実現しようとすると、なかなか難しいところがあります。例えば手に持っているスマートフォンのカメラでは、そもそも後方は見ることができません。仮にできたとしましょう。できたとしても、実は消費電力の面でカメラではなかなか難しいものがあります。先ほどのデモンストレーションとカメラを利用した場合とバッテリーの消費を比較すると、こんなにも違います。カメラを用いると1時間でバッテリーは半分になってしまいますけれども、先ほどのデモンストレーションの例であれば 28% で済みます。現在取り組んでいる研究では、先ほどと同じことをよりよく実現するということを探求しています。例えば先ほどのデモンストレーションと同じ Bluetooth を使った方法にしても、計測感覚や発信するデータを変えることによってより効率化、改善することが考えられます。さらにこれとは違う方法についても研究をしています。現在はスマートフォンに搭載されていないセンサーを用いて、その代わりに特別な発信をすることなく検知する方法についても研究を進めているところです。このようなセンサーの活用には、幅広い電気電子に関わる知識が不可欠です。センシング技術活用研究室では、このような幅広い電気電子技術に基づいたセンシング技術を活用して、サステナブル社会の実現に貢献してまいります。